どうも、矢島倫太郎です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、ユニオンベルリン対シュツットガルトを昨日スタジアムで見てきたので、その試合で感じたことをキャリアモードをやりながら話をしていこうかなと思います。今日はちょっと意識の高い系の動画を作っていきたいと思います。パルマのキャリアモード、あんまり配信ではやってないんですけど、こういう感じで戦ってます。なんか若干ザルツブルクみたいなフォーメーションで、戦い方も前に2枚強いでかい選手を置いて、セカンドボール拾って戦っていくよっていうコンセプトでやってます。はい。ではやりながら、ちょっとやりながら話していくの難しいですけど、配信だったらダラダラ話しながらできるんですけど、ちょっと動画なのでよろしくお願いします。今シュツットガルトがすごいいいので、今2位で6連勝中ということで、ユニオンベルリンのホームスタジアムすごい近いから、来た時には見たいと思ってたところ、うまくチケットが取れて、はい、見れたんですけど、まあ、最初のウォーミングアップからありましたね。いろいろ見るべきところが、ボール回しって基本的にやると思うんですけど、そこでもうなんか面白かった。かなり対照的なサッカーをするチームの2チームなので、ユニオンベルリンのボールのパス回しアップの、ウォーミングアップのパス回しは結構大きいエリアでやるんですよ、やっぱり。っていうのも、やっぱりカウンター主体、ボールを持つチームではなくて、やっぱ対人だったり、そういう部分に重きを置いてるチームだから、結構負荷の高いエリアを大きくして、3人のフリーマンと、危ない。うますぎ。やっぱり難しいな。置いてやってたんですけど、要するに負荷はかなり高い。エリアが大きいから。で、5対5プラス3フリーマン。で、対するシュツットガルトはエリアを小さくして、人数が4対4プラス、レギュラー組のボランチ2枚がフリーマン。だから、かなり狭いスペースで、細かいパス回し。で、エリアが小さいから、細かくなるパス回しが、だやっぱりシュツットガルトのボールを持ちたいっていう思想というか戦術がすごい反映されてるウォーミングアップでした。じゃあここから分かるのは、やっぱり自分たちの目指す、危な、目指すサッカー、やりたいサッカーを、やっぱりウォーミングアップからしっかり考えてやっていくことの大事、重要性。結局、練習でやってることしか、やっぱり試合では出せない。僕も今まで、今までのチーム、いろんなサッカーをしたい監督とやってきましたけど、やっぱり練習でやってないことはできないっていうのは本当に、いける、なんで？例えば去年の監督だったら、早い切り替えと、ゲーゲンプレスのところ、やっぱり
練習でしかやってたし。いい監督、やっぱり。口だけじゃないというか、結局、例えばボール持ちたいって言うけど、練習でそういう、そのトレーニングをしてないとか。ナイスボール。うわ。うまい。うん。あと、ウォーミングアップのシュート練習もすごい良かった。シュートガルト。あ、でもこれは話さなくてもいいか。で、ちょっと試合は、ユニオンがかなりひどかったっていうのが正直なところなんですけど、でも、シュートガルトは今調子いいっていうのと、ユニオンが今良くない理由っていうのは、すごい、もちろんサッカーの仕方、シュートガルトすごいいいんですよ。ボール持って、両サイドをとにかくつくっていう戦い方。で、ボール取られたらすぐ切り替えてっていう。でも、やっぱり、結局あそこのギラッシーフォワードですごい今、点決めてる選手がいるんですけど、ここですよね。フォワードがいい。そして、ゴールキーパーがいい。ニューベル。めちゃくちゃいいです。ニューベルは多分、来ますね、これから。もう、別格って感じでしたね、正直。あの安定感と、あのメンタリティ。ナイスキーパー。だからフォワードが点取れて、ゴールキーパーが良くて、っていうのが今のシュートガルトなんじゃないかな、やっぱり。だから結局、ウニオンが良かった時は、フォワード対話多いに今、ノッティンガムにいる選手がいて、点が取れて。で、去年だったら、去年フォワード誰だ？まあ、ベーレンズがうまく取れてたんだ。でもそのベーレンズもなんかちょっと良くなくなってきて、点取れなくなってきて。で、結果、点が取れなくなって。わあ、それは。ナイスキーパー。で、どんどん勝てなくなって、チームとして機能しなくなっているっていうのが多分今の運営の現状だと思うんですけど。ウニオンはフォワード？イエス！ナイスロール。落ち込んだ。この選手も結構いいです。クリバリ、ミニサイドバック。めちゃくちゃ体強い。で、いかにフォワードとゴールキーパー。まあ、でもウニオンゴールキーパー結構いいんですけど、やっぱりフォワードが点を取れるか取れないか、今実際いないです。ベーレンズもあんまり良くないし、結局堅守速攻のチームでフォワードが点取れないと、ずる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 こういう風になっちゃう。で、やっぱりこういう風に流れが悪いと、今までうまくいっていて、セットプレーもなんか入らなくなってくる。ナイスキーパーじゃなかった。決められたシーンだ。行きましょう。で、ギラッシーめちゃくちゃ良かったんですけど、なんか結構自由に降りてくる感じ。
結構点決めてるプレースタイル的に得点シーンを見ると基本的にあそこにいる感じかなと。そんなに器用にプレーするタイプではなくて基本的に点取れるところにいる選手なのかなと思ったらめちゃくちゃ中盤降りてくるし自由にめちゃくちゃ自由にやらせてる感じ。いけるぞ。出した。でもそれもあれですよね、しっかりボール持てるからこそなんですよね。あれって例えばボール持てないのに中盤とかに落ちてくるとい、てほしいところに入れなくなっちゃう。点を決めれるところに。危なすぎる。危な。で、あのシュトガルトの戦い方と彼の意外に器用なところがすごいマッチしてる。だから中盤で自分で起点作ってチームが他を崩していると、サイドを崩したタイミングでしっかり入ってこれる。危ない。ナイスキーパー。チームのスタイル戦術と彼の能力がすごい合ってるっていうのが彼が今点をすごい量産してる要因なんじゃないかなと思います。素晴らしい。ミラーニング出せる。えぐい、えぐい。ナイスゴール。もうね、ガンガン狙ってきます。このパルマはボールを回すというよりはとにかく前に前に怖いところにボールを持っていく。ナイスゴール。で、まあ取られてもすぐ切り替えてボールを奪いに行こうっていうコンセプトです。素晴らしい。で、ギラッシーはまあでもまあね、これ前半途中すぐ怪我で交代しちゃったのはすごい残念だった。もっと見たかったけど。素晴らしい。裏いける。うん、怖っ。よそう、あーうまっ。ギラシー基本的に見たくて、まあ、注目してたんですけど、それよりも中盤のスティラー6番とザカドゥ、えげつない。ザカドゥちょっともっと評価されていい気がする。彼はこれ今シーズンしっかりプレーできたらいいチームに行くと思うな。このままチームがいいプレーを見せてこの順位キープするならば、サカル、うわーなんで、あ、ベウソ、はい、キーパー。ザカドゥはちょっと、もしこのパルマキャリアモードこれ一部昇格したら取ってこようかなと思ってます。めちゃくちゃいいですザカドゥ。まあもともとねパリからレッドブル、ライプツィヒ、レドルトムントっていう経歴だから、まあ、素材はもともとあったと思うんですよ。僕もドルトムントで見た時はやばいやついるなと思う記憶があるので、で今シュツットガルトで出てますけど、で実物生で見たらえげつない。ちょっとスピードないのかなって思うけど、このサイズとで左利きで、だって空中戦はまず負けないし、
ベーレンズにも勝ててたし、まあ、フォランとベーレンズのツートップだったけど、まるで歯が立たなかった。うわ、そっちか。でライン高く保つシュットライトだから、あそこでしっかり勝てるサガトゥの存在めちゃくちゃでかかったと思う。あそこでやっぱウニオンとしては収めて、落としてフォーランドの裏とかいける？うわー惜しいっていうのが多分あれだったと思うんだけど、しっかりザガドゥが全部跳ね返して素晴らしい。どうする？一旦戻す？うわー、それ蹴れないんですよね、なぜか。うん、素晴らしい。ザガルとシティラーか、ドニューベル。うわ、素晴らしかったな。シティラー中盤の選手なんですけど、うまいうまい、左利きめちゃくちゃうまい。多分遠藤選手が抜けた穴を彼が埋めてるんですけど、下手したら遠藤選手よりポゼッション能力が断然上だから、多分このチームにはめちゃくちゃ多分遠藤選手より合ってるのかな。ボールを持ちたいこのチームにきっと。うん、打っちゃおう。イエス、2点目、ズバリかな。ニューベルなんか一回フーリッヒ左のウィング、ドイツ代表選ばれた選手がめちゃくちゃ軽い守備した時にめちゃくちゃニューベル怒ってた。ニューベルだったんですね、その時点で。そのなんか厳しさとか、そういうメンタリティの部分いいなと思いましたね。そういう技術じゃないところも多分シュトガルトが安定してる、安定して勝ってる要因だと思うんだけど、やっぱり生観戦しっかりスタジアムで見るといろんなことが分かっていいですね。なかなかチケット取れないんで見れないんですけど、はい、ということでちょっとダラダラしちゃいました。また申し訳ない。これからちょいちょいこういう真面目な回も挟んでいこうかなと思います。はい、今日僕が言いたかったのは最後のまとめ、やっぱり試合で起きていることには理由があって、練習から そういうウォーミングアップから、そういうコンセプト、試合でやりたいことを出せるように練習を組んでいかないといけないということを今日学びました。昨日か。はい、でザガドゥ、ドニューベルめちゃくちゃ良かったです。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回、次はユナイテッドのキャリアモードかな、やっていきたいと思うのでよろしくお願いします。バイバイ。